はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、ちょっとスキマバイト報告で、今日はね、ちょっと通販の商品扱う、配送会社の、通販商品の配送を承る会社で、ちょっと倉庫内作業してきました。まあ、物流の仕事ですね。これから通販ちょっとね、年末年始忙しいんじゃないのかなと思います。いろいろ帰国してるところもあるみたいなんで、まあ、とりあえず行ってみたことを話したいと思います。実働時間はですね、9時から12時までの3時間です。まあ、交通費なし。まあ、交通費の表現って2通りあるんですね。交通費込みでこれだけ出しますっていうのと、交通費ありませんっていうの。で、大概交通費込みでこの金額って言ってくるんです。やっぱり響きを良くしたいんでね。ですけども、交通費はありません。で、来たメンバーですね。わあ、スキマバイトで来たメンバー、私を含めて3人でした。で、この3人ね、初めての作業でしたね。まあ、これ初めての人たちっていうと、どうしても協調性とかチームワークって求められるんですよ。初めてじゃなくて、一人勝手がわかるっていう人がいて、その人が変に威張り腐っちゃうと、なんかおかしくなっちゃうんですね。まあ、中にはその威張るから媚びへつらう人もいるし、威張るからってみんな嫌っちゃってね、重く言う人もいるし。まあ、今回はね、みんな普通の人っていうか、大人の対応していただきました。よかった。で、まあ、作業内容なんですけども、まあ、1メートル四方の箱だった。1メートル四方、いや、もっとあったかな。ちょっとかなり大きかったです。1メートル半ぐらいでしたね。すいません。ちょっと結構大きな箱に入っている商品の、まあ、ジャンコードが貼ってあるんですよ。中開けると5個か6個、茶色のクラフト紙の袋で、何が入ってるんだろう、わかんないんですけども、まあ、ちょっとね、中画像撮れなかったんでね、厳しいんでね。で、まあ、その商品の、画像を、画像でね、iPhone のそのコード、ジャンコードを画像で撮影して数を数えるっていうんです。で、これどういうわけか、iPhone でやってくれって言うんですよ。で、僕ら3人の中で iPhone 持ってるの1人しかいない。僕は Android なんでね、今これで撮影しても Android なんですけど、で、iPhone ですとね、遠赤外線で送れるっていうなんかメリットがあるらしくて、なんかそれでやるっていうことで、でもその人ね、文句も何も言わずね、iPhone で写真撮ってくれましたね。僕は開ける係でした。開けて数を数える係でした。1人しまう係で、この記入する人は、まあ、箱の番号、箱何々何々ってこうね、脇に白い紙に貼ってあるんですよ。で、この番号が1の10、6の11とか6の12とかってあって、で、そこに何個入ってるのかっていうのをね、記入するだけです。はい、写真と箱番号に数を記入するだけで、これをね、全部で11箱あったんですよ。で、これを5箱と6箱で分けました。2つのパレットに分けました。はい。で、まあ、これで終了と思ってね、私たちね、すぐ帰宅できると思ったんですよ。正味30分ぐらいですよ。終わったの、やったのが。で、30分で帰宅できると思ったら、残念なことに、作業を、別の作業やることになりました。まあ、別の作業、まあ、と言いましても、あまり難しい作業ではないんですけども、まあ、難しかった。いや、難しいな。商品の検品作業を終了時間までやることになっちゃったんですよ。まあ、こういう時って普通はね、ピッキングをやらされるんですね。紙だとか端末渡されて、なんかジャンコードをスキャンして、その、まあ、置いてあるところに、商品が置いてあるところに行って、商品をピックアップしてくるっていうのはあれなんです。まあ、それはピッキングって言うんですけども。いや、ピッキングじゃないんですよ。今回はその商品の検品作業ですね。で、これ、この、ここのね、だから通販なんで、ヤフオクとかなんかあるじゃないですか。楽天さんとか、あとメルカリだとか、そのフリーマーケット、そのフリーマーケットの個人から個人の売買をネットでやってる商品の検品でしたね。はい。まあ、その作業内容はですね、なんかやっぱり封筒もしくは箱に入ってる商品を開封して、傷がないか違う商品が入ってないかを確かめる。まあ、それだけなんですよ。まあ、作業手順的にはですね、その封筒番号に商品番号が入っておりまして、それパソコンに入力するんですね。ちょっとパソコンの知識がそれなりに必要ですね。入力、例えば L の5623とか、だったら L の5623ってね、インプットして入力して、それでまあエンターを押してっていうのは商品が出てきて、商品が、だから画像も出てきて、この間違いないかとか、はい、それを確かめるんですよ。で、その後に、まあ、傷はないかチェックですね。それから、あと、四方の長さをメジャーで測るんですよ。いや、これがね、結構、まあ、これがまあ、ちょっとアバウトというか、なんか12.5とか11.5とか、ちょっと
端数は全部弾いてくれって言われましたね。 2.5 だったら12センチだとか、まあ、おめとって13センチだとかと、まあ、端数を省いてくれっていうのと、あと、まあ、重量、あの目方測る機会があったんで、その中に、あ、その中でその上に乗せて目方出たのを、まあ、0.5g だとか 0.52 とか、それを、まあきまあ、パソコンの画面に記入するっていう、まあ、そういう作業ですね。で、まあ、それ終わりましたらですね、まあ、このビニールで包装するんで、商品を。で、まあ、折り込む箱に入れて、まあ、一括していくっていう、まあ、作業だったんですけど、まあ、ちょっとね、どういうふうにやったらいいのかっていうのは、結構細かいところも結構あったんですけど、まあ、ここまでね、あの、目方測るまでできてればいいですよ、みたいな感じで、あとはやりますからって言って、結構ね、簡単な、こう、封筒だとか、ちっちゃい商品をやってました。ね。で、始めたんで、細かいこと言われなかったのがね、まあ良かったなと思いました。初めてでね、難しいことやらされるとみんな嫌な顔しますからね。で、私ちょっと思ったんですけど、あのフリーマーケットって皆さんやりませんか？フリマってありますよね。あのこのフリーマーケットの青空市場ってよくなんかやるじゃないですか、学校とか自治体で。で、そういうところっていうのは自分の古着でも何でも、あの取れた野菜でもこう家から持ってって、その市場で対面、来たお客さんにこう会って、これこういうもんですけど購入しませんかって、ちょっとセールストークして売るじゃないですか。これ対面可能なんですよ。ところがネットの場合っていうのは対面ができませんよね。ただ画像が出てて、それ購入しますっていうだけであって。で、まあその手順でまあ送るんですけども。で、こうなると、これ何が違うのかっていうと、これ購入者様、買ってくれたお客様に感謝の気持ちって伝えませんよ。伝えることが難しくなっちゃうんですよ。ですんで、結局その封筒だとか箱の中に、この感謝のメモ書きっていうのを入れるんですね。入れる人は、皆さんもそうですよね。やったことありませんか？今回私の商品購入してくださいましてありがとうございますっていうの。あ、私もやりましたけどもね。そのメモ書きっていうのは、その検品でやってる時にですね、これ廃棄されちゃうんですよ。捨てられるんですよ。はい。で、これですね、メモ書き以外でも、その中にパンフレットだとか、なんか別の案内書、また他の商品のカタログなんかいろいろ入ってるケースがあるんですね。例えば野球の昔の本、野球の、本だとか、サッカーのボールの蹴り方の本だ、サッカー教室の本だとかってこう、梱包、袋の中に入ってたんですよ。その中になんか他にもこんな本がありますよ、こんなのがありますよっていうの中に紙に入ってるんですけども、それも入ってたら捨ててくださいっていう、そういう指示だったんですよ。もとも笑っちゃうのは、中にね、アダルトビデオってあるじゃないですか、アダルトグッズなんかも出てきまして、その中になんかそういったアダルトグッズ、いや、それ以外のものもなんか案内書みたいなカタログ入ったんですけども、もうそれ全部捨ててくださいと。そういうね、指示を受けました。で、中に同封していいものは、商品の説明書だけ、それだけなら OK ですよっていう、そういう内容でしたね。それでですね、この作業をやって3時間やった時の実動分というのは今日も同じでしたね。4000円でーす。まあ3時間なのでね、まあ、4000円良かったって言えば良かったかもしれませんけど、はい、まあ悪くはないですね。こういう体験ができて4000円もらえたんで、はい、まあ、皆さんもしフリーマーケット使う場合はですね、もし商品を送った場合は、このメモ書きっていうのは入れずに、受け取ったら連絡、受け取りの連絡くださいって言ってお返しして、本日は購入していただきましてありがとうございましたっていうのが一番いいと思います。それでは今日はこれで。